吉田さん、はい、今日は本当に4人の選手みんな好調ですね。そうですね、全てがこの準決勝まで勝ち残ってますんで、全員にもちろんメダルの可能性もありますし、全員に金メダルの可能性がですからあるわけですからね、はい、特にあの女子はすでに金メダルが3つです。これは前回の2つを上回って史上最多の数になっています、まあ、今日はあの大会4連覇を目指す田村、それからこれまで過去メダルを3つ取っている二宮が初めて金メダルに挑む、うん、果たしてこのすでに史上最多なんですけども ね、 そうですね、いくつ上乗せすることができるか注目の女子というところです。はい、それでは吉田さん、まず女子の48キロですね。はい、48キロの敗者復活ファイナル、これに勝ちますと3位決定戦に進出するという試合です。青い柔道着がフランスのニシロ、そして白い柔道着が中国の高利口です。こちら中国の高利口は韓国のパク・ソンジャに敗れて敗者復活に回りました。一方青のユニフォームフランスのニシロは4回戦で田村と対戦しました。高利口の背負い投げです。フランスのニシロ選手は準々決勝で田村選手を追い詰めたといいますかね、非常にあのいい試合をしましたよね、はい、両者ポイントのないまま、旗の判定になりました。旗は3本とも田村でしたけども、しかしかなりこう田村としては苦しい戦いになりました。そうですね、まあ、ですから、まあ、勝った田村選手の方は次に勝ち進んでいるわけですから、はい、オーストニック西野技ありです。技ありですね。そしてここから抑え込もうというところです、まあ、あれだけ際どい試合をしてですね、はい、自分の気持ちをこう、まあ、3位決定戦に向けてですね、どう立て直してくるかっていうのがですね、はい、やはりあったと思うんですけれども、ですから先に有効を取られたんですよ ね、 そうでしたね。ところが今取り返しましたね。これでポイントでは、はい、払い腰です。技ありの分ニシロがリードしています。ニシロは今年のヨーロッパチャンピオン、ヨーロッパ選手権で2連覇を達成しました。今のところヨーロッパでは敵なしの選手ですね、はい、さあ逆に今度はコウが攻めます。このコウ・リコウ選手は、はい、今年の5月に行われたアジア選手権ですね、すみません5月ではないですね、はい、6月ですね、はい、6月に行われたアジア選手権で、北朝鮮の選手に敗れて3位になっている選手ですね。まだ若い選手だと思います。さあ西野がいいとこ取った、背負っていきます。ほう、残り時間2分を切りました。ポイントでは技ありでこちら西野がリードしています。コウ選手非常にあの荒削りではあるんですけれども、はい、あの技も多彩でですね、なかなかしぶといあの柔道を見せますね。寝技も比較的得意にしているようにあの見えられます。青い柔道着西野がリード、足を取っていく西野。この西野は技もありますけれども力強さもあってすくい投げなんかも見せますね。そうですね、残り1分39秒というところです。これで勝ちますと3位決定戦に進出します。ここでちょっと中国の選手鼻血ですかね。この試合中に診察を2回まで受けることができるんですが、これ治療はしていけないわけですね。そうですね、はい、まあ、ただあの血が出ている場合には、はい、あの治療を行うことができます、はい、まあ、治療といいますかアバンテージだとかですね、そういったもの止血ですね。そうですね、鼻血の量はそれほど多く多い量ではありませんでした。さあ攻めている西野がポイントでリード、なかなかこの辺りもですね、すくい投げに行きました。フォーです。まあ、中国といいますとあのリー・アイゲスという選手がこのクラスではずっと戦っていましたけども、はい、ちょうど中国もあのこの大会を見てますと世代交代かなという感じがしますね。そうですね、かなりあの若くて新しい選手を使ってきてますね、はい、さあ今度は西野が足を取ろうとしています。ここから持ち上げる力もある。フォーも足を持っている、すくい投げにいった、効果です。しかしまだ技ありを持っている西野の方がポイントではリードしています。まあ、こういった力勝負になりますと、はい、あの一つ技がはまればですね、やはり一本を取るという可能性がお互いにありますね。残り時間が1分6秒というところで時計が止まっています。
今の効果はフランスのニシロ選手につきましたね。内股が効果という判定ですね。ははははそうですね。ポイントとしてはですからニシロの方が技ありとそれから効果、コウの方が有効を持っています。もろ手刈りに行きます。コウです。持ち上げた、持ち上げて倒せるか、逆に倒していった。その前に待てがありました。この辺りも西野というのは力強いですね。そうですね。ただこういったのすくい投げというのはヨーロッパの選手よく見せますので、はい、そういった時への対応というのは非常にあの日本選手なんかに比べるとうまいですね。自分の足を相手の足に絡めたりしてよく耐えます。はい、残りが30秒を切りました。勝った方が3位決定戦に進みます。ちょっとまた先ほど鼻血を出していた氷と鼻のあたりを気にしました。このままいきますと技ありで西野が3位決定戦ということになりますが、残りが10秒を切りました。ここで試合終了です。まあ、最後は西野が逃げ切ったという形になりましたが、あ、最後の終了寸前にその逃げ回っていた西野にそうですね、指導が来ましたが、それでも技ありのポイントは変わりません。はい、あの払い腰での技ありで西野がこれで3位決定戦に進みました。なおもう一つの敗者復活ファイナルはドイツのグラダンデがイギリスのダンを破りまして、やはり3位決定戦に進んでいます。